ひ、東谷さんがね、ガーシーが、まあ、今回、まあ、戻ってきて、まあ、どういう風になるかわかんないけど、なったとて、関係性は変わらないでしょ。これずっと言ってるから。どうなるかわかんない。戻ってきて。で、これすっごい言われるんだけど、政治家として何もしてないじゃないか。お前は友達としてちゃんと言えよって言うけど、いや、そもそもですよ。これは初めてここで言いますけど、その、ガーシーにね、 東さんに選挙行こうと思う、選挙出ようと思うんだけど、厚ツどう思うって聞かれた時には、いや、こんなね、2月に詐欺のお、BTS に合わせる詐欺で問題になって、YouTuber になって、で、この2月からこの短期間の間に政治家になりませんかみたいなことって、今後の人生で起こらないと思うから、俺はやりたいんだったらやった方がいいと思う。受かるかどうかはわかんないけどね。 で、その失敗したことも含めて、またそれはそれで語ればいいじゃない。仮に落選したとしても、そのことを語ればいいじゃん。そういうポジションにいるんじゃない東さんはって言いました。で、二つの党からお誘いがあるって言われて、どっちがいいと思うつって、まあ、こっちの方がいいんじゃないちゃんと自分の意思表示がちゃんと担保されるのはこっちの政党なんじゃないって言って、僕は言いました。でもこれは友達としての意見です。でも、 僕は入れてないんですよ。これは言ってない、その東さんにも言ってないけど、僕は一票投じてないんです。でも一票投じた人がいるんですよね。で、その票が重なって、国政に送り込んだ人たちがいるわけですよね。これは僕じゃなくて、選んだ人がいるわけだから。いや、入れてないでしょ。俺はだって入れたい人いるんだから。友達だから入れるってことじゃないと思うよ、選挙って。 だって権利なんだから1票は自分の権利なんだから自分が思うところに入れればいいのよでもその1票1票の積み重ねが他の人よりも獲得投票数が多かったから政治家になったわけですよねうんでも僕は政治家になったら投票した人だけの思いではないから国民のために動かなきゃいけないでも 一票入れた人たちの気持ち、そこで約束したことが、まあ、一番重要視されなきゃいけないから、そこに向き合うのはいいと思います。だけど、同時に国民全体の仕事もしないといけないと思うので、そこは言っていいと思うんですけど、僕に、あの、政治家を辞めさせろとか、友達なんだろう、仕事するように言えとかは、全く、お角違い。で、過去は変えられないっていうのは、別に変えようとも、 変えたいとも思わないですけど、僕はちゃんと自分が東さんっていう人間に20歳前半の頃に会って、あ、この人面白い人だなって言って友達になっていったので。で、ずっとその弱み握られてんだろ、弱み握られてんだろって言うけど、俺別に擁護もしてないのよ。弱みも握られてないし。で、こっからなんか東さんがもうアツシ嫌いって言ってなんか言うんだったら、それはもうどうぞ自由にと思うよ。でも、ないから、 でも言ってくるんですよ、なんか。なんか弱み握られてるから擁護すんだろうとかで。擁護もしてないよ。見守ってんじゃん、ずっと。否定はしてないよ。でも擁護もしてないよ。いいでしょう。東さんの政策。この東さんの政策、私もごもっともだと思います。東さんにどうか、皆さん力を貸してくださいって言ってたら、こ、こりゃ、こいつなんか弱み握られてるなと思われてもいいんだけど、何に擁護してないんだから。 ただ俺は友達として悪いことしたんだったら、諌めるし、で、何か罪を犯したんだったら、ちゃんと寄り添うしっていう。一緒。極楽とんぼの山本さんも、田村亮さんも、ガーシーも、俺のスタンスは一緒。変わってない。ただ、関係性が違うから。山さん。俺の大先輩の山さん。相方の亮さん。長年の友達、ガーシー。これも、やっぱ関係が違うから、 当然アクションがちょっとずつ変わってくるのはこれ仕方ないことよそれをお前がガーシーなんとかしろとか早く日本に戻ってくるように言えは全然カの違いマカオでカジノしてたんですよワッキーと番組で行って周りはもう中国人の方ばっかりで俺とワッキーでわーっとこういっぱいチップを積み上げてたんですよそしたらマカオのカ,カジノの場所で東さんにばったりやってうわーっつってこんなとこで会うみたいになって で一緒に一緒にやろうよっつって東さん、ワッキー、俺で張り出したんだけど、まあ、俺とワッキーも飼ってたんだけど、東さん入ったら東さんの貼る量が半端なくて、もうチップがみるみるうちにこう東タワーみたいなのが立って、で、俺もワッキーももう乗っかる感じですごいついてねんって、もうそれまで俺とワッキーもついてたのに、さらになんか月があって、東さんに乗っかるみたいな。夜 楽しかったなでも考えたらあの時にはもう東さん家事の依存症になってたな,たなと思うとそれを気づいてはあげられなかったけどねでもあの夜は楽しかったなチャンネル登録よろしくお願いします